どうも、まほろです。フォトショップで塗り絵やっていきたいと思います。で、今回で26回目。で、前回でほぼほぼ色は付け終わったんで、あとはこれでグラデーションをしていって影をつけていって、最終調整をして終わりって感じなのかな。まあそれもね、どこまでこだわるかにもよるんだけど、まあできれば今回で終われるぐらいのほどほどでやっていきますか。まあとりあえず、そうだね、花やってたから色、そうだな、どっからやってもいいんだけど、顔からやっていくか。まあじゃあまあ肌からやっていってって感じでいきますかね。で、肌で、まず肌の色を抽出して、で、影になるのが、ここら辺だな。ちょっと濃いめの色に、これぐらいかな。こんな感じ。ここら辺が影になるな、やっぱりな、どうしたのかな。こんな感じかな。こんな感じにして、あと鼻筋とか鼻系な、ここら辺影、こんな感じかな。なんか違うな。目尻からこう切って、こう切って、こんな感じだよね、鼻。極端なあれで言ったらこんな感じだよな。なんか違うね。ここら辺も影になるかな。こうっくりと影になるってことかな。ここら辺にも影つけてて、耳も、まあ、これ髪に隠れてるから影だな。ここら辺もこんな感じで影にして、どうでしょう。ちょっと立体的になってきたわ。あと鼻やな。こんな感じで、ちょっと。あと鼻筋を、もっと遅く。こんな感じです。こんな感じでつけとくだけでも全然違うか。こんな感じでね。鼻の影らへんになるところとかはやっぱ影っぽく。黒くしていた方がいいかな。で、首はもろにもこれ影だよね。ここも影だ。
こんな感じですかね。どうでしょう。難しいなぁ。あとあんまりごちゃごちゃやるともう変になるから、とりあえず旗はこれで OK にしとこう。で、一応保存しといて、次は紙か。紙、紙が、あ、紙こっちの色注意しとくか。でここら辺一応影つけてるけど、大体影はここも最初につけてたからな。ここはここで良さげな感じかな。こうやってこんな感じかな。で、天使の輪っかも一応簡易的に作ってたから。で、この生え際らへんところはちょっと濃いめにしとくか。こんな感じ？ちょっとこんな感じで、輪郭部分に沿って濃いめにする感じかな。ここら辺ちょいと濃いめに上げよう。る感じで、ここら辺だよな、あっぱら辺のところ、こんな感じかな。ここら辺もちょいと影を、影をつけてみましょう。ここら辺もちょっと、まあこれもこれ以上やると変になりそうだから。次行こう。次、服。服で、服が、このシワになってるところら辺を濃いめに、濃いめの色で塗っとくかな。ここら辺、ここら辺を、シワになって見えるところを、ここら辺かな。あとこの襟の下とかも影だよな。ここら辺とかも影になるね。ここら辺も全部影にしとこう。この辺も影にして、やーっと襟の下ら辺ぐらいのところを影にして、ちょっとこのラインのところは濃いめにしとくか。
な感じかな。こんな感じにしとくか。あと襟もちょっと影つけとくか。襟がちょっと薄いグレーで、この辺ちょっとポン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 ってとくか。こんな感じで、この花とかに影になってるような感じに見えるよね。よし。まあ、これもこれでいっか。あんまりやりすぎるとな。よし。いや、葉っぱ。葉っぱつうか花びら。葉っぱ先にやるかじゃ。葉っぱを。葉っぱこいつだよな。こいつの。ちょっと逆に今度、薄いところを。薄いところは、この先にほど薄くなるような感じにしとこうかな。先側が薄くて、こんな感じにしとくか。これ先の方を薄くなるような感じにして、こんな感じにしとくか。で、根元ら辺を裏目に。ここら辺はもう黒くしといて、うん、こんな感じ。頭の方はほぼほぼ暗めの方がいいかな。ここら辺とか、暗くしとくか。こっちの方かな。根元ら辺とか鼻の下とかは暗めにして、ここら辺もちょっと暗めにして、でまあ上の方に出てるやつは明るめでいくか。この辺がブラックだかな。で、上側の方は割と明るめに。ここら辺とかね。
ケーオッケー。なんかこの眉毛グレーっていうのはあれだな、ちょっともうちょっと薄めの色にしとく。もうちょっと薄めの、これでどうよ。ちょっとグレーと黒のグラデーションみたいな感じ。まあこれでいっか。次花びら。花びら。花びらの場合は、外側はもうこの色にして、中に行くほどちょっと濃いめにするっていう感じ。こっちら辺が、ここら辺がもうこんな感じで濃いめにしといて、濃いめにしてだんだんちょっと明るくしていきますね。違うな。なんかちょっと違うな。なんかちょっと違うな。こういうふうに前ぐらい。こんな感じかな。もうちょい下がもうちょっと濃くする。この辺を思いっきり濃くして。こんな感じでどうでしょう。よし。あ、もういいや。とりあえず、これで次行こう。さっさかさっさか行かんとな。で、こいつが、ちょいこいめにしてだーっとも、まずざっくりでいこう。
これでどうよ。これでよしとしとくか。そうだね。まあ、一応これで全体的に影もつけてしたから、まあこれでとりあえず完成にしときますか。疲れた。本当はね、もっとブラシいろいろやりたかったんだけど、ちょっとマウスだとね、もうちょっとね、厳しいのが分かったから、とりあえず一応、これで、何やったっけ、汎用ブラシのハードエンブラシか。これと、水彩一応やったんで、写真、一応こいつグループにしとくか、こいつも。こいつもグループにして、ハードエンブラシだ。で、やったのが、水彩？水彩ウォッシュと、ハードエンブラシ。この二つですね。で、これで、ちょっと半分半分にして、見るようにしますか。どんな感じの違いがあるのかをね。で、とりあえずまあ、今回はここまで完成したということで、ここまでにしておきます。またね、ちょっと、比較とかあれとかはまた次にやっていこうと思います。疲れた。